マジックミラー5を長州ハゲで、 2P がデレロー、チャボーズ、タンパタメコ、シキ、おちゃる丸、ハク、ヨシギ、ヤマトラとなっています。さあ、というわけでメンバーの紹介が終わったところで試合戻っていきましょう。F 剣中継の戦い方としてはやはり F 剣が波動拳をなるべく打って画面を押してからやっといろいろ始まるというところなんですが、なかなか使い慣れてないと。おー、今のは前、今のちょっとマジックミラー豪さんのファンになりましたと書いてありますコメントで。マジックミラー豪さんのファンになりましたと。ファンだー、垂直中パン壊し。今のはデレローさんですね。さあ、 2P 側はシキさん以外は1人ずつ敗れてしまいました。シキさんラスボス感あるな、これも。さあ、黒いワンチュンリーが気づけば6盾、赤い柔道着の男が女の人を襲ってます。え、どういうこと。俺はヒデファン、やった、嬉しい、素直に嬉しいです。さあ、シキさん、シキさんが使うキャラは何を使う。ホンダ、シキホンダ、なんとかぶせてきた。黒いワンさんがホンダを使うから俺も使ってやるよと。しかし気づけば6割ゲット。どすこい。あー、いい飛び、前歩いたの確認して飛んでますね。あれやられるとホンダ側はゴッツァンチョップ出すくらいしか多分厳しいんじゃないかな。だー、垂直中パンが機能する。あれもう行ってしまえば垂直バリアなんで。さあ、開幕大ハリテ読みで、さあ、おい、ちょ、どっちだー、つながってはいなかったが最大でしたね。補正切りまである。ホンダのじゃんけん、なんでましたか。明日までに考えておいてくださいと。シキさんが言ってしまうのか。ホンダとじゃんけんだ。ヘル超減った。さあ、今のは頭突き、おっとと、あの中パンかなり機能しますね。さあ、追い込まれていく。ホンダとじゃんけんで黒いワンが勝ってペプシを飲むのか。さあ、飛行剣踏んでしまう、前ジャンプだー。ね、そうなんですよね。秘密裏、秘密裏。あ、そうなんですね。ね、僕ね、ハデさんの名前がかける5で名前あってマジって思って、しかも小学さんのチームだって思って、これすごいチームだなって思って。さあ、では 2P 側は一通り一巡してしまったので、こっからメインキャラがひたすら出てきます。今の多種形体育いいな、上に上がる前に。あれ、ちょっと僕真似してみようかな。さあ、おちゃる丸です。おちゃる丸バルログがひょうひょう舞っています。さあ、バックジャンプコパンで対空はいいんですが、リターンが少ない。さあ、撫でて、あー、撫でた後は中パン、中詰め確定します。そしてハイクロー、ゼロドットの場合はね、もう絶対ハイクローなんで。さあ、ひたすらひょうひょうしてくるこの男、今日はお茶丸ではなくおじゃる丸、おじゃる丸みたいな感じのノリになっているが。さあ、前ジャンコパン、あれいいですね。怖っ、
あー爪が取られる。そして減る。さあテイラー出るぞ、おしゃまるくんは。さあやばい、ちょっと気まずい感じだー。おちゃる丸スパコン炸裂。いやでも黒岩さん大健闘でした、ありがとうございます。そうですね、出たい人どうぞ。さあうねくんが座る。さあうねくんは結構いろんなキャラ最近触ってますが、さあいつも通りの S バイソンなのか、おわーって言っちゃうのか、おわー。さあ開幕ヘッド。さあ受け身ありません、バルログ投げちゃいましょう。バイソンはとりあえずこすりましょう。こんなゲームです。言った通りになっちゃってる。いやでもね、素数やっぱ基本投げなので、投げの裏で最大を入れるなのでヘッドとりあえず出しておくと、投げられる投げる、あれいいですね、あのレケ強いですよ。そして小足から撫でる中継かな今の。さあお茶丸、お茶る丸味を占めた。裏回って撫で、裏回らずに撫で、裏回さあでもうねの逆襲が始まった。ひどい試合だな。でもねいいんですよ、こういうもんです。表裏、表裏こそがね。うん、そうっすね、しゃがみ中継ヒット確認ダイヤシでもありですし、さあ 2P 誰行くの、誰行くの。お茶丸くん以外、いてー。さあ山虎さんが、山虎ホンダ、さあさっきの試合でブイブイ言わせてましたこの男、ホンダはオイチュが強いんだと使いながらやってました。さあヘッド、アルティオカマガードガードで、そしてこの一方的にボクシングやろうと言わんばかりのダッシュストレート、ダフへ。さあ一方的なボクシング、ああなるほど、見てから頭突きで落ちますが、その代わり、あなるほど、こういう感じですね。さあしっかりヤマトラホンダ効いてましたね、減る減る減る。さあ距離を取って、多分 K ボタン溜めてる感じかなこれ。あーやばいぞー。さあワンチャン、あーやばい、あだー。さあデレロウリュウが行く。やばいこのキャラ、このキャラ強いんだけど。さあやっと出れる、小野さん投げられる、だな吐かせて、そうですね、巻いてるの大事ですね、巻いてらないと危ないです。ださあ波動拳で押して、さあいいですね。しかしこの短パンチ、短パンチじゃないストレートがやばい。
やばい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 、投げられて吐かされたー。ウネスバイソン止まらず、めっちゃ遅いですよね、スーパー。さあ、出てきたのは吉木エッサがチームメイト、ハデさんのおわおわ、ゴチゴチ、確かにだー、これやってないとわかんないんじゃないかな。さあ、やっと吉木 エースサガットの3人になったが、ひたすら打ちましょう。だやばい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 、あーあー、さあこれは、さあ残りあと4人、対するワンピーいっぱいいるぞ。さあチャボーズ、今度はサガットですね、 X サガットです。まあ、チャボさん、サガットですからね、メインキャラ。さあ、うまい、今度の、まあ、チャボさんね、しっかり画面見るぜなので、うおマジで今の相打ちは分が悪い、踏まされるチャンス。さあ、ターンパンチだってね、ケアすれば大丈夫でしょうねと思ったけど、怖い怖い怖い、どっちもワンチャンある、舞い飛ぶだー。今の下がった何もなすすべなしですか。間に合いますよね、4フレ発生ですからね。あ、ですよね、そうですよね。さあ、投げられて、さあやりに行く、体力逆転、もう、ああさすがに止める。さあこれがやばいですね、今の体育弱ヘッドに修正しましたが、結局は画面端、しかしさすがにここは止めると、一瞬待たれて短パンしたかだったらもう本当にかなりやばかったですが、うるえー、なんだ今の、どっち溜まってんの。さあ、サガットがやばい、画面端は苦しいこれやりたい放題、やりたい放題、やばいやばいやばい、ゲージは持ったが削りで間に合うか、これどっかで引っ掛けたいね。だー、さあ残り3人、さあ残るはハク、タンパ、タメコ、シキ。でもねこれね、スーピー側ね、シティバイソンの14盾ありえるので、実際さあこれはうまい、表、しかし行ってリターンがやばいだー。マジバイソンのリターンがやばすぎる。中継スパイラル、フリガンとして表から画面端に行かせてが、もう一回中央ゲナマガード。さあしかしここからまだあるのがバイソン、ひたすら突っ込んできます。まだガードでサンドと、ああさすがにこれは、あっあっあ、まあさすがに冷静ですね。あ、中継当たり判定強いですね。
さあ、ハクキャミそろそろ止めたい。スパイラルはガードになるが、当てとくか。さあ、相打ちは分が悪い。キャノンぶち当てる。これはチャンスか。投げて打ち身がない。おお、めっちゃ来る。エンダイパン置いてある。あー、やばいぞこれ。キャノンぶっ刺してヘッド勝負。やばい、これはお互いどっちもある。勝負どうなる。あー、ドロー。ハクキャミー納得いってないですね、今のドローに。ふざけんじゃねえよと。さあ、大ヘッド。さあ、アントビミスって、これは痛い。コパコパコパ、フーリガンは反対いっちゃう。さあ、これはやばいぞ。投げて高めで相打ち。あー、これやばいやつ。いやハクキャミブチギレの顔してますね今。さあ、残りはタンパタメコ式。さあ、バイソン同キャラですが X と S なんで性能全然違います。そしてなぜかダンディステージ。あ、そっか、これずっとダンディステージか。さあ、ひたすら、おわおわ。さあ、これは、あー、じゃんけん。ホンダとじゃんけんならぬバイソンとじゃんけん。さあ、グーしか出すしかない。おい、中継暴れた。アッパーガードしている。だ、延滞減るな。おお、マジで今の、今のやばいな。おおおおお、あ、なるんだ。あ、あ、どっち。あ、あー、さあ、シキさん、シキさん、スーピー側大将です。シキさん、あれ、さあ、シキさん、ワンピーガマン残り14キャラいます。なんでもいいんですけれども、まあ、マジで。さあ、シキ J が引きました。でもね、これある意味正解だと思うんですよ。 DJ かぶせるの少ないです。しかし、あれ、さあ、シキバイソンといえばこの力強さ。大ヘッド、こかされて、これはピオラないで済んだ。運がいい。さあ、今多分よだれ垂らしながら富永さんが見たらきっと運がいいって言ってそうですね。さあ、エアスラ、さあ、ヘッドで起きてもデジはたまんないので、残りだ、ここで止める。さあ、まずは1人といったところか。行きたい人、お、ハテさん。だはは、ですね。さあ、ハゲース探っときました。シキさん苦笑い。さあ、うまい、待っている。投げて、あ、うまい、だー、あ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 れいいですね、今の垂直弱形置いとくのって多分下がると何もできない感じですよね。さあ、対空は出るぞこの人。だ、減る。4発しかもらってないのにあの減り。これハデさんあるな、早っ。あはははははは、2位はね、読めないよ、2位は読めない。だー、やりに来てるこの男。
これはいいですね、膠着使ってますね。しかしお互いやりにいっている。だ、大大が減る。吐かせてピヨッター。コパンジャンプ壊し、おしゃれ連携。お、長州残機。あ、助かる。確かにそれは言ってますね。そう、100円払ってね。だって俺この前もニュート落ちた時100円払って出番なくてマイクで終わったっていう感じなんで、いやー俺にも一つやらせろ。さあとりあえず解説です。いや、まあそうなんですけど、さあこれは長州なかったー。いやー食うぐらい痛い。しかし画面端に行けばどのキャラも関係なく、しかもゲージ持ってないので、あー厳しい。さあゲージ持ってなかったら能量ハメができたのでワンチャン殺したまでありましたね。さあシキ DJ 手堅すぎる。一つ上手い人がね DJ 使うと終わるっていうのがよくわかりますね。しっかりガードしている。さあしかしまだこの体力差でもリーまだ安心できないのが、今のは上手い。あ、減った、超減る。体力はあるし攻撃力もあると。まあ1ラウンド取られてたのでまあ減りますね。さあエアスラエアスラピオリ1。はい、連キャンジャンプしっかりしてますね。あれは確かに下がれません。おお、あぶね。連キャン超やってる。まあ剣の時でもね長州さんねしっかりやってるんでね。連キャンスラスラ。さあ連キャンで下がれなくしてためキャラには超有効です。あ、うまいですね。3回転目4回転目に、うわうまい、対応されてしまった。厳しい。俺行こうかな。俺何使おう。さあヒデージェですね。さあそこピヨって終わったかと思ったらまだ生きている。さあヒデージェ何かしよう。何かしよう。俺キャラ差ないんでね。さあ飛びは取らん。お、さあたまたまエアスラをスラでくぐって投げて、さあ何かしろ。ああ、何もなかった。これ違う。これ同キャラじゃなかった。奈良さんあった。さあバイパーさん1キャラ目とりあえず出ときましょう。おかしいですね。同じキャラ使ってる感じだったんですが、多分ちょっと違った可能性もありました。多分出す技が下手でしたね僕の方が。さあバイパーホークが、俺が終わらせてやるよと。大ジャックめくりはガード、あぶね。おお、当たんないの。あ、まあ確かにエアスラの判定表を見たんですけれども、あれってこう横にすごい長いように見えて実は中心しかないんで、暗い判定が。なので意外と踏まない場合が多いです。だーおーワンチャン。あー死なない。あ、死んだー。超減った。やばすぎでしょ今の。
期待値全開じゃないですか。やばい、喉がおかしくなっちゃう、熱すぎて。やばい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 、うまい。さあ、タッチチューパンもね、判定えぐいんですよ。基本的に DJ の判定は全部狂ってます、わりかしすごい判定してます。金チューパンとかが上の方に判定いったときは本当にもう何も返せない状態になるので。さあ、これは小足で暴れるが、やばい、ダースラ通した。これがダー見ているめくりはガード、怖怖怖怖すら、あ、あぶれ、あなで返し。しかしまだわかんないよ。あー、踏んでしまった、惜しかった。さあ、ワンピー側2周目いきましょう。我こそはという人、さあ来ました、マジックミラー5。さあ、ゴーチュンリー、こんな見た目で万能キャラっていう書き込みはちょっと笑いますね。さあ、露骨にめくりに行く、正解です。やり合っててもいいことないですからね。 DJ はワンチャン通せば勝ちです。さあ、エアスラは実は横の判定はそこまで広くはないので、頑張れば戦列に嫌います。波動拳と同じくらいだったかな。スラが入って、あー、まだある、まだある。いやー、しっかりしたため入ってましたね。暗転した時に上方向入れて連打で出ますよね、確かそうですよね。はい、なので、暗転の瞬間はレバーの入力が消えるので、暗転した上方向を入れてもうひたすら連打っていう感じで。はい、だー厳しい、カラちゃん転生が出ないと今のは落とせません。今のは厳しいです。さあ、ウネー君がガイル有利らしい、らしい、本当に？いや、獣道ではそうだったんですけど、なんかね、これ難しそうですよね。あれ、ソニックのため何フレでしたっけ？エアスラ56だったの覚えてるんですけど、でも打ち合えるってことはまあ同じくらいですよね、きっと。まあでも DJ 側がやっぱ距離を詰めたくてエアスラするから、まあ打ち負けはDJ 側かな。しかし固めがうめ、やば。ダースタブやったところにマイジャンプ大パン大キエ。さあ、今のはいいですね、超遅らせ、ガードが下方向だったので食らいましたね。さあ、ウネガエルがうまいぞ。あー、やばい、ガードしてる、しかもなで返す、やるよ、今のはお見事。さあ、ムエタイもひたすら連打していた。ムエタイ出してましたっけ、ですよね。なんかね、技の名称で言おうとするとね、なんか間違えてそうで、相変わらずザンディのなんかこう狂って回して後ろに投げるやつスクリュードライバーとか言っちゃってますし。さあ、サブ、しかしスラ、あー、これは落ちないやつ、ひたすら前歩く、これがシティプレッシャーだが体力逆転、これはウネが、ウネがだー
ワンチャン、あースラ減るスラ減るな。はいどうぞ。山本さん負けたら俺言っていいですか。俺ちょっと正直やりたいのもある、やりたい BJ 戦の経験値、やりたいっていう心大事、やりたいっていう心が人を強くするから。そうそう、 100円分プレイしたい。そう正解さあじゃあディッペ、罠の振り方がうまい。そしてこれ気づいたら伊藤さんカラーだ。さあ山本龍が頑張るも体力差がすごいことになっている。7割リードだー。あれはもうさすがにどうしようもないですね。前にタケコプターやっちゃったら投げ返す。スーラー入ってコア固めが新しい。コアコア中盤ハー。さあピオリッチ遠大系はカーガード。さあ超画面ガンミ、あ勝利が出ない。俺いっていいっすか、いきますよ。さあヒデが俺行っていいですかと、誰もいいとは言ってないんですが行きましたね。さあ大幅リードヒデチュンリー。さあヒデ終わらせるのか、やれんのか。さあしかしこのラウンドは引き DJ が圧倒している。あ投げる、さあこれ分からなくなりましたね。このラウンドはン飛んで投げて潰す。さあ弾を打ち合って、さあヒデはもう前には出ない様子。これはガード。さあまずは使わせてどうする。すら潰す時間が、あっ、ああいや今ちゃんとね、あのねタイムを見てた冷静ヒデ。さあヒデ運が良かった。いや組み立ても良かったきっと。組み立て出た組み立てた、ヒデ生きた。というわけで、エキシビジョンやります。4人だったらやっちゃいます。4人やっちゃいましょうか。じゃあやりましょうまず、こんばんは山本です。まずヒデに入っていったのがハゲさん、よしと言いながら着席。フェイロン行くのか、フェイロン行くのか、行ったハゲフェイロン。さあチュンリーかぶせてハゲフェイロン開幕レック。
噛み合ってる感じがするぞ。意外とハゲさん使ってるところは見ないが、デッカつながるっぽい。あっとピヨっている。削りっぽい終わり方。さあ2ラウンド目、やはりチュンリーとした気候を散らしていく形。全く超えた、レッグでやっと超えたが戦列で切られる。3ヒット、置き攻めからの3ヒット。さあヒデ勝利で、バイパースさん、黒いワンさん、長州さんですね。お、長州さんが着席。さあ長州さんは剣。でチュンリー対長州剣。これはチュンリー有利と言われているが、あまりそんな感じもしない気がしないでもない。しかしだいぶ体力差がついている。やはりチュンリー有利なのか。剣はゲージが溜まったが使いどころが難しいところ。おっと、あーっと小足から狙っていたと思われるが、しかし一着からは膝。さあ烈波が出た、長州烈波が出た、生烈波出せる男。さあ皆さん大喜びですね、大歓喜ですね。長州さんが烈波をフィニッシュというね。さあ2ラウンド目、こうなっちゃうとちょっと剣はやっぱ爆発力あるタイプなんで怖いですよね。さあ打ち合っていって、どうする、どうする。おっとヒデチュンリーが食らう。しかしガード戦列、なぜか何か押していた。タチュッピー長いですね、長いし早いし。さあ3ラウンド目もつれ込んだ。3ラウンド目、100列起き上がり、100列。さあ中足を刈られる昇竜で上から2回投げて、ゲージも溜まって、あっと竜巻がちょっと離れてしまったか。 TBS ならず相打ち OK で落としていく。さあさあ走った、走った、黒いワンさんが走った。さあ本田、黒いワンさんの本田、本田チュンリー、これはお互いやり合っているという話だったんで、結構やってますよお互いでって話なんで、どうなのか。お互い手の内を知り尽くしちゃってるのかな。ホンダはやっぱり何としても近づきたい感じですよね、弾もないしスパコンもあんまりだし。スパコンチュンリーのビンタで落ちましたからね、さっき。さあ削っていって接触したが、ちょっともう時間が荒れないようなテンション。さあ戦列拾えなかった。おっと鬼無双、時間で逃げ切り。さあ気候で間合いを上げて、気候で近づかせないチュンリーと近づきたい本田。お互い距離感を、厳しい、一回接触するのがだいぶ厳しい組み合わせ。
裂だがガード安定なので、おっと刺さる、ガード必然列脚裂。さあゲージはないぞ、時間はちょっとしかないが、すごいですね、気候圏の消える前ぼったちしてますね。見切っていたが、しゃがみ弱パンチ。さあ、最後ですね、バイパーさん。さあさあ入っていったヒデチュンリーとバイパーホーク、上から上から、あれちょっと深めに死んだ、上から行って死んだ。あの深めにコンドル出されちゃうとね、テンション出す癖ついちゃうと出しちゃうんすよね、これですね、これ。あ、死んだか、これ死んだのか、なんとか距離は離せたが、さあジャックパンで飛んでいくコンドル、上から行って、さあ守るチュンリーと攻めるフォークって形、戦列使わせた、おっと後ろから投げ減る、やはり1ラウンド取られてると即死。おっとコンドルが刺さる、死んだか死んだか、さあ俺にも言わしてくれ、光ったヒデ死んだ。あのね、頑張りがね返ってこなかった、運が悪いっていうのはなしで、まあバイパーさんね杖は脳がないけど、はい、というわけで、まあ、1ビジョン、バイパーさんの、今日一番強いやつはバイパーさんでした。おめでとうございまーす。で、チーム戦はお見事、ワンピー側勝利ということで、まあ、皆さんね、楽しくやれたんじゃないかなーっていうところですかね。というわけで、写真撮影ありますので、我こそは映りたいっていう方、ぜひぜひ映ってください。というわけで、まあ、のじあいとかね、やって、まあ、最後、楽しんでいきましょう。はい、写真、ワンピーチーム、写真、写真、はい、じゃあ本日の大会はこれで終わります。ニュートンの次の大会なんですけど、木曜日になります、5月の2日です。はい、皆さん次のランバト5月2日木曜日です、よろしくお願いします。で、8時頃スタート予定です、夜8時、20時皆さん覚えておいてくださいね。はい、次は5月2日木曜日ですよ、皆さんぜひ来てくださいね。
Oh!
Round one, fight! Ah, ah, walk in! Walk in!
Fight!
Okay.